僕たちはStrayKidsが 11月28日に発売するナイロンジャパン1月号の表紙に登場します。一週テーマがアイコンフォーエバーということで、僕たち自身が近い未来に世界のアイコンになるという気持ちで撮影に挑みました。네아오늘이렇게처음에촬영을준비하다가딱옥상에서사진찍으러나갔는데 、네、 비가쏟아졌어요맞습니다공공주세명이모였는데비가많이쏟아졌는데한명이없다보니까、네、 비가금방그쳐가지고와진짜정말대단한데요네기억이남네저희가밴디옷을입고촬영했을때되게새로운포즈를했잖아요、네、 이새로운포즈를도전하면서굉장히재밌는촬영을많이했던것같습니다아좋습니다우리이내또우리팀막내인데지금옥찬이보니까우와큰형이큰형큰형인데큰형이막내를딱표면하는거지우리한이는예일단촬영을하면서뭔가이제멤버들이단체를했을때좀더개개인이있을때보다좀더조화로운모습과더정말아이콘에걸맞는모습을보이지않았나성숙해진모습을보이지않았나싶어서굉장히좋네요좋았습니다네フェンディとのコラボレーション企画のほか、メンバー間の絆をビジュアルで表現したファッションストーリーまで、2つの特集で送る大ボリュームな内容です。さらにこれを逃すと二度と手に入らないかもしれないフロップの両面ミニフォトカードもあります。Yeah! ステイはもちろんぜひ多くの方に手に取っていただきたいと思います。はい。以上、ストレイキッズからのワクワクなお知らせでした。バイバイ。